しばらくの間、電気がつかなくて水も出ませんでした。この経験で僕は電気や水を今まで以上に大切にしたいという気持ちが強くなりました。これからは屋上のソーラーパネルで発電して作られた電気を大切に使っていこうと思います。今回この太陽光プロジェクトはですね、我々のいわゆるビジョンであります、子どもたち青少年の育成とですね、それから環境というものに、この基金を使っていきたいと、トータル11校の応募をいただきましたので、第一期としては11校全部にご支援を申し上げるということです。はい、学校に太陽光を寄付しようということは、一つは学校そのものの今回いろんな避難の場所になったということですから、一般の住民の方の避難場所としても、電気が必要だということでの学校へのパネル施設、それから蓄電システムも備えましたので、いわゆる数日間はそれで持つわけですので、それからやっぱり環境の問題でクリーンエネルギーというのを活動をずっとやってますので、そういった意味では、子どもたちにこれを機会に再度自然のありがたみといいますか、太陽も含めたそういった自然のありがたみをぜひ勉強教育の場で役立ってほしいということでの学校への太陽光設置というのが今回の大きなテーマになっていました。特に太陽も含めてですけれども、自然をやっぱり本気でこう考えていたり、自然は今回残念なことにその津波とかですね、で自然の恐ろしさというのを皆さん感じているわけですけれども、でも自然はきちんとそれ以上の恵みを私たちに与えてくださっているんだということを、ぜひそういったものを勉強していただきながら、環境というものも含めてですね、学んでいただければなというふうに思ってますね。やっぱり明るい将来を作るのは子どもたちですから、そういった方皆さんにですね、元気と、そしてやはりその感謝の気持ちを持っていただければですね、非常にいいのかなというふうに思ってます。